しょ。だから正論ならば結構です。面白い話してよ。さあ半期間が来るのほどジェットコースターみたいな恋がしたいの。許されない感情が頭ぐるぐる回り回って、正義とはとても不親切だ。大好きに溺れちゃいだけでるに君と話すまで増えちゃうよ。めっちゃお任せさせ増えちゃう妄想劇を未来の一員として叩いてしまっちゃおうかな。一生こうやって触れ